なかなか悪くない場所だな。来い、来てこれを見ろ。調べによれば、この輸送機関は今井の町を抜けて中山道まで入ったらしい。蝶の漁師だけの仕業ではなさそうだな。黒幕の見当は？そう単純じゃないらしい。ここら一帯を治めているのは夜部大名だ。戦が終わってからは上様への忠誠心はほとんど見せていない強力な大名だ。影様かもしれんな。今井の町へ向かった方がいいか。この時期はあの辺りは寒いはずだ。この件は拙者が片付ける。雪殿に話があると伝えてくれ。その必要はない。もう扉の前にいるよ。本当か？何も聞いてないよ、絶対。落ち着いて、雪殿。隼人殿、外の男に話してくれ。彼が最初の賃金を払ってくれる。じゃあまたな。どこに行ったの？一緒に行っちゃダメ？拙者と一緒に来てほしい、雪殿。君の専門技術がこの任務には不可欠なんだ。どんな任務？ちょっとした盗みだ。うまくやってのけたら我々の部隊に歓迎しよう。そして隼人殿が君を教えるように掛け合ってやろう。本当かい？それなら私の実力を見せてあげるよ、お侍さん。そうしてくれ。では計画を教えよう。兵士たち、ここの人たちじゃないね。同感だ。あれは城下町の警備団の奴らに違いない。さあ、ここに来た目的は覚えているか？ここの地区役所に侵入して重要人物を見つけて、その人から書類を盗む。よくできた。この任務を成功させるには君にはスリとして働いてもらわないといけなくなるかもしれん。あと、これを持っていくがよい。ハヤト殿に君のために作らせたんだ。これは鍵縄。ありがとう、お侍様。さあ、始めようぞ。役所はこのすぐ先だ。大通りは避けた方がよかろう。君には見張りをしてもらいたい。屋根の上を歩いてくれ。拙者はその下をついていく。何か問題があれば事前に拙者に知らせることができるからな。はい、お侍様。完了したら酒の醸造所で落ち合おう。さあ、始めよう。怒られる前に見つけないと。すぐによ、バカ。そう、静かにね。足跡、反逆者たち。
矢のようにあなたを狙う。早く動くのよ。狐が狩り中よ。今行くわ。素敵なメロディー。うん、ちゃんと動くわね。鳥の声、嫌なサプライズでしょ。抜き足。いるのか。うまくいったわ。もらうわね。我ながら上出来。静かにして。誰のだろう。さて、猫と鳥。さしあし。巻いてるわ。雲の巣に足を踏み、メロディー、行くわよ。見ない足跡だな。こうじゃなくてジャンプして登るの。忍び、誰もいらないんでしょ。ゆっくりと。こそこそと。楽しいわね。足が冷たい。できるわよ。見失うなんて、バカバカバカ。
鳥の声。すげえサミナ。ワナさん、起きてね。メロディー。行くわよ。嫌なサプライズでしょ。素敵なメロディー。道があったと思うけど、どこだっけ。今、行くわ。私にもらってほしいって。鳥の声。裏切り者ね。蛇みたいに巻いてるわ。動き続けて。鳥の声。分かってるんだ。誰もいらないんでしょ。足を踏み入れ。メロディー、行くわよ。俺の仕事だ。足が冷たい。騙されんぞ。静かにね。誰かいるのか。素敵なメロディー。近道があるよ。楽しいわね。バッチリな罠ね。私にもらってほしいって。道があったと思うけど、どこだっけ。抜き足。小刀さん、起きてよ。行くわ。鋭いわ。お願いだから。さし足。すごく鋭いわ。
雪だ。ゆっくりと。動き続けて体を温めないと。はい、わかりました。急げ、見なよ、酒が届けられぬぞ。できるわよ。足跡、裏切り者ね。お侍さん、ここにいたか。心配したぞ、若い娘よ。ごめん、厄介事を持ってきちゃった。さて、どうだろうな。それで、何を見つけたんだ。あの男が書類を持ってる。言ってた通り、大きな家にいる。大きくて、卑しい侍をたくさん連れてる。後でどうにかしよう。まず、屋敷の中に入る必要がある。はい。入るのに2箇所見つけた。一つは北の門、もう一つは南ね。けどどちらも鍵がかけられてる。その鍵があるはず。誰が鍵を持っているか分かりそうか。はい、そこの卑しい侍よ。あの人の鍵が盗んで欲しがってる。中へ登って入り、奴から鍵を奪ったら中に入れてくれ。そしたら中で再会してさらなる計画を話そう。はい、お侍さん。小刀さん、起きてよ。こそこそと。忍耐の中を全身、最強の武器である。ぼーっと立ってるんじゃないの。凍えちゃうわよ。我ながら上出来。我が命失敗は上様に捧げようぞ。仕掛けがいっぱい。我らの足跡は気づかれるであろう。刀を使うとしよう。ああ、酒だ。一杯どうだ、友よ。一撃。任務のために死んでもらう。慎重に進もう。上様のための刃だ。名誉と共に死ねたのだ。寒さでは。
静かにね。簡単ね。油断してはならぬ。いい酒だ。おとりは設置した。足跡をどうにかするべきだ。忍耐だ。なんだか。ここ。これには誰も抵抗できまい。ネズミの歯。ああ。奴が瓶を持ってった。寒い。ヒゲが凍っておる。止まらない方がいいだろう。では力が及ばない。そこにいよう。拙者のとっくり。もったいないな。一杯どうだ、友よ。これには誰も手刀を使うとしよう。用心。最後はあっけなかったな。上様のために。侍は影様に使えるものどもと考えるか。影様って誰？影なの？それが名前だ。人々を戦慄させ、上様への誠意を破壊せんとするものだ。用心してくれ。すぐに戦うことになるやもしれぬ。はい、お侍さん。一杯どうだ、友よ。これには誰も抵抗できまい。上様のための刃だ。あっ、任務のために死んでもらう。物音を立てずに動こう。任務のためだ。準備いいわよ。向かっている。雪の中を前進。
面白そう。静かにして。抜き足。小刀さん、起きてよ。忍びみたい。準備はできておる。我々を止められない。一撃。嫌な雪だ。最後はあっけなかったな。止まらない。プー、足が冷たい。我らの足跡は気づかれるであろう。なんで？失敗はせぬ。猫と鳥できないわ。忍耐あるのみだ。雪の中じゃ遊べないでしょ。仕事を自然にこなせるのだな。いつも盗みをしていたのか。一人だったの、ずっとね。それで誰かが来て物の見方を教えてくれたの。物が盗んでって言ってるんだよ。ダメかな。どのようにそうなったかは気にはせぬ。大切なのはその才能をどう使うかである。嫌な風ね。足跡。すまない、裏切り者ね。刀を任務のためだ。失敗はせぬ。任務のために死んでもらう。イエイ、やった。できるわよ。忍耐こそ最強の武器で。あ、寒さで我々を止められない。上様のために。そうだね。
近道があるよ。行くわ。簡単ね。早く動くのよ。なんでもないぞ。小刀さん、起きて。さっと。ゆっくりと。楽しいわね。裏切り者ね。動き続けて、体を温めないと。ああ、これが良い。不可能だ。拙者にはできない。無理だ。隠れていよう。慎重に進もう。ああ、酒だ。おとりは設置した。こんなとこに一杯どうだ、友よ。止まらない方がいいだ。一撃。最後はあっけなかったな。失敗はせぬ。刀を使うといい酒だ。もったいないな。上様のための刃だ。おとりだ。任務のためだ。
足跡か。そこにいよう。足跡を刀を使うとしよう。いるのは、任務のために死んでもらう。上様のために出てくれ。暗闇に隠れているのは分かっている。俺らを守ってくれ。向かっている。ここ一体を耐えらせた。上様の、失敗はせぬ。物音を立てずに動こう。雪の中を前進。そこにいよう。寒さで我々を止められない。ただのかすり一撃。酒だ。おとりは設置した。寒さでは我々を止められない。酒だ。これには誰も抵抗できまい。上様、刀を使うとしよう。忍耐、任務のために死んでもらう。暗闇に隠れているのは分かっている。一撃。最後はあっけなかったな。刀を使うとしよう。任務のため、上様のための刃。いくぜ。助けてくれ。寒さでは我々、拙者のとっくり。止まらない方がいいだ。おとりは設置した。これには誰も抵抗できまい。そこにいよう。刀を使うとしよう。なんだ、誰か隠れているのか。我らの足跡は気づかれるであろう。なんだ、どこかの使用。一杯どうだ、友よ。一撃。用心しよう。任務のために死んで。仕掛けがいっぱい。滑るわ。今日は風が吹いてくる。誰かいるのか。最後はあっけなかった。我らの足跡は気づかれるであろう。イエイ、やった。爪が狩り中よ。謎謎かな。今日は風がいてつく。上様のための刃。忍耐だ。物音を立てずに動こう。そうだね、こそこそと。滑るわ。侍は寒さに負けぬ。思った通り施錠されておる。準備は良いか、ユキ殿。はい。閉まってるってことは鍵がある。鍵は盗まれたがってる。こいつは切り開けん。行かないの？鍵はどこだ。準備はどうなっている。終わり次第報告いたします。こうじゃなくてジャンプして登るの。
道があったと思うけど。静かにして。鍵かかってるじゃない。鍵どこなの。終わらせるようにいたします。静かにね。足跡。裏切り者ね。さらに質問をするのが良いだろう。我ながら上出来。できるわよ。見て、大きな輝くつらら。侍の頭の上に落ちたがってるみたい。うん、すごく鋭いわ。まずいわね。うわ、そうだ。近道があるよ。今行くわ。ゆっへっ。小刀さん起きてよ。
小刀さん。おきれい。さっと抜き足。いや。鋭いわ。行くわ。すげえ寒いな。風が冷たいな。ネズミの歯。ワナさん、起きてね。ゆっくりと。ゆさみな。鳥の子、嫌なサプライズでしょ。なんだ足跡。裏切り者ね。うまくいったわ。誰もい…抜き足。けど、どれを開けるの？急いで。お侍さんが心配する前に門を開けなきゃ。終わり次第。油断してはならぬ。はい、相手はね。よし、やったわ。見事だ。ハヤト殿がお主に可能性を見出したわけもわかる。ありがとう。では、共に次の手について話し合おう。道があったと思うけど、どこだっけ？しー、静かに。すまない。失敗はせぬ。雪の中を前進。待つのって退屈。動き続けて体を温めないと。はい、相手はね。よし、やったわ。見事だ。ハヤト殿がお主に可能性を見出したわけもわかる。ありがとう。では共に次の手に。よし、役人は守られていることを忘れるな。これほどの護衛とは戦えぬ。気を引く方法を探すべきであるな。ここに着くまでに二つの木の塔を見た。
お侍さんなら壊せますよね。そしたら大きな音が鳴って、書類の男がきっと侍を送って何が起こったか見に来ると思う。突飛な作戦だ。試してみたいな。そうなったら書類を標的から盗むのに十分な時間があるだろう。はい、そして逃げるですよね。誰か馬車に隠れましょう。ここから出してくれる？書類の男は悪い人だよね。なら私が手をかけたい。ならぬ。危害を加えてはならぬ。上様は位の高い役人が死ぬのを好まぬ。証拠をつかむまではな。わかりました。では行くぞ、ユキ殿。行きましょう。ミラ、すぐに対処が必要だ。手配いたします。次第報告いたします。できるわよ。髭が凍っておる。一撃。不可能だ。骨のある敵だった。
誰の寒い風に刀を最後はあっけなかったな。寒さでは我々を止められない。一撃、任務向かっている。行かないの？今行くわ。簡単ね。油断してはならぬ。猫と鳥、小型の木や足、我が命上様に捧げようぞ。隠れている最後はあっけなかったな。上様のための刃だ。塔の柱など我が刀の敵ではない。この作戦がうまくいけば役人は見張りを送ってくるはず。ああ、これが良い。足跡をどうにかするべきだ。拙者の役目は明確だ。イエイ、やった。静かにして。準備はどうなっている？終わり次第。はい、忍耐こそ最強の武器である。何が起きておる？行け、みんなで調べろ。これはしばらく忙しくなりそうだ。気をつけて、ユキ殿。はい。書類を盗む姿を見られない。悪い男は傷つけない。すげえサミラ。滑るわ。終わり次第。とても困る問題だ。終わり次第報告いたします。早く動くのよ。雪が鎧の中に。止まらない方がいいだろう。用心しよう。地面が滑りやすくなっておる。すまぬ。雪の中じゃ遊べないでしょ。狐が狩り中よ。でも困る問題だ。終わらせるように。
静かにね。栄光が待っておる。いい酒だ。もったいないな。酒一杯ってのもいいな。これには誰も抵抗できまい。嫌な風ね。なんだ。道があったと思うけど、どこだ。すぐに対処が必要だ。終わり次第報告いたします。そう、サープ。静かにね。おとりだ。もったいないな。これは何だ。酒かよ。これには誰も抵抗できまい。ここすごく鋭い。ああ奴が銀を持ってった。忍びみたい。できなきゃ。今日は風がいて向かっている。嫌な風ね。雪の結晶。むむ、雪が鎧の中に。そこにいよう。とても困る問題だ。満足いただけるかと。待つのって退屈。不可能だ。何か見える。雪の中で遊べないでしょ。我ながら上出来。これは無駄だ。何か見えるぞ。誰の。ああこれが良い。持ち場は離れられ。どこかにはしごはあるか。慎重に進もう。雪の中を前進。止まらない方がいいだろう。行かないの？準備はどうなっている。終わり次第報告いたします。こそこそ。動き続けて体を温めないと。素敵なメロディー。誰の仕事だ。こうじゃなくて紛らわしい風だ。ジャンプして登るなんて痛いじゃん。そう静かにね。メロディー聞こえたぞ。行くわよ。風だろ。簡単ね。動き続けて体を。素敵なメロディー。
今、行くわ。なんてことはない。誰の足跡だ。静かにして。共に戦うから強くなれ。名誉と共に死ねたのだ。向かっている。雪の中を前進。我らの足跡は気づかれるで。ああ、酒だ。おとりは設置した。もっと良い道があるに違いない。拙者では力が及ばない。何か見える。足男確認することも。やつを信じられるのか。さらに質問をするのが良いだろう。終わらせるようにいたします。そうだね、鳥の声。裏切り者ね。早く動くのよ。集中だ。侍は寒さに止まらない方がいいだろう。そこにいよう。隠れていよう。足跡をどうにかするべきだ。慎重に進もう。上様のための刃だ。何が起きておる。行け、みんなで調べろ。これはしばらく忙しくなりそうだ。気をつけて、ユキ殿。はい。書類を盗む姿を見られない。悪い男は傷つけない。そうだな。とても困る問題だ。終わり次第報告いたします。メロディー、行くわよ。対処が必要だ。満足いただけるかと。すげえサミラ。そうだな。キツネが狩り中よ。滑るわ。止まれ止まれ。とても困る問題だ。行かないの？木は熟した。寒さでは我々を止められない。慎重に進もう。
近道を探さねばなるまい。そこにいよう。すまぬ。奴を信じられるのか。さらに質問をするのが良いだろう。満足いただけるかと。拙者にはできない。無理だ。見えるぞ。物音を立て引退だ。すぐに寒さでは我々を止められない。奴を信じられるのか。さらに質問をするのが良いだろう。満足いただけるかと。すげえサミナ。酒だ。もったいないな。猫と一杯どうだ、友よ。終わり次第。あれはなんだ。誰の足跡だ。むむ。雪が鎧のための刃だ。出てこい。そこにいよう。は。酒だ。失敗はすが、拙者のとっくり。もったいないな。仕掛けがいっぱい。小型のさ。一杯どうだ、友よ。これには誰も抵抗できまい。うん、足が冷たい。冷たいな。あとは取り戻しをするか。さっと抜き足。まずいわね。できないわ。すまない。ごめん。引退だ。酒か。自分のがあるぞ。準備はどうなっている。手配いたします。刀を使うとしよう。物音を立てずに動こう。止まらない方がいいだろう。何が起きておる。行け、皆で調べろ。これはしばらく忙しくなりそうだ。気をつけて、ユキ殿。はい。書類を盗む姿を見られない。悪い男は傷つけない。静かにして。できるわよ。ネズミの歯。さっと。とても困る問題だ。こそこそ早く動くのよ。すげえサミナ。滑るわ。終わった。抜き足。足が冷たい。小刀さん、
起きてよ。鋭いわ。滑るわ。静かにして。そうだな。誰の足音だ。とても困る問題だ。終わり次第報告いたします。狐が狩り中よ。ここまでだ。静かにして。今行くわ。誰か侵入したのか。任務を全うせねば。風が冷たいな。とても困る問題だ。終わらせるようにいたします。今行くわ。小刀さん、起きてよ。必要だ。満足いただけるかと。よし、やったわ。次は急いで出るのよ。よくやった、ユキ殿。なんだ。では急いで馬車へと向かおう。何隠れているのか。危険から解放してくれるからな。どうなっている。満足いただけるかと。静かにして。やったわ。次は急いで出るのよ。よくやった、ユキ殿。誰の足跡。では急いで馬車へと向かおう。危険から解放してくれる。鋭い。手配。今日は風がいてつくな。慎重に進もう。物音を立てずに動こう。用心しよう。地面が滑りやすくなっておる。待つのって退屈。やつを信じられるのか。さらに質問をするのが良いだろう。手配いたします。なんだ、誰の足音だ。持ち場は離れられない。そう、静かにね。あれは足跡。誰か侵入。裏切り者ね。確認することもないな。誰のだろう。ネズミの歯。はあ、面白そう。やつを信じられるのか。さらに質問をするのが良いだろう。終わり次第報告いたします。今行くわ。ゆっくりと。あれはなんだ。できるわよ。任務を全うせれば。栄光が待っておるぞ。上様のために。失敗はせぬ。止まらない方がいいだろう。早く動くのよ。楽しいわね。
静かにね。我ながら上出来。拙者の役目は明確だ。足跡をどうにかするべきだ。よく狙った。一刀はこの舞台も知恵と倒れる。たくましい。お侍さん、打ち込む箇所を知るのみで十分だ。おとりだ。おとりは設置した。待つのって退屈。一杯どうだ、友よ。ネズミの歯。ああ、奴が瓶を持ってったな。寒い場所だ。雪の狐が狩り中よ。ああ、これが良い。用心しよう。やめて。地面。失敗はせぬ。忍耐こそ足跡。ここ、足が冷たい。今行くわ。忍耐こそ最強の武器である。冒険だったわ。盗みの技が良かった。とりわけな。ありがとう、お侍さん。隼人殿は才覚のある生徒を喜んで受け入れるであろう。質問していいですか。構わぬぞ。その他の侍とは違いますよね。それは褒めているのか。はい。そう受け取っておこう。では隠れ家へと戻り、書類を調べるとしよう。はい、お侍さん。